リバーサイド千秋は、新潟県庁、岡市千秋2丁目にある、ユニーが管理、運営するモール型ショッピングセンターである。2019年時点では、新潟県内のショッピングセンターとしては、イオンモール、新潟南に次ぐ2番目の店舗面積を有する。長岡市、信濃川川西の専修ヶ原南川地区開発の第1期計画として出店が計画され、 2007年4月20日に開業した。1.2階を売り場、3階と屋上を駐車場とした鉄骨3階建ての建物で、アピタ長岡店を核として120の専門店が入る形でオープンした。ターゲットは若い世代に当てられている。本館の南側、市道を挟んだ隣接地には、 t j o イ長岡を核とする別館のリバーサイド千秋センタープラザと東京インテリア長岡店がある。このうちセンタープラザは土地所有者であった越後交通グループの超鉄工業がもともと建物運営を行っていた3階建ての商業施設。2007年11月23日に シネコン部分などが開業し、その後25店舗が出揃い2008年9月19日に全面開業した。しかし2010年2月、超鉄工業が FC 運営していたラコステ、セオリーなど8店舗が FC 契約解消となり閉店。その後2011年7月29日に施設はユニーへ売却され、本館との一体的な運営方式となった。なお、 センタープラザは当初、シネマする町千秋通りとも呼ばれていた。本館とセンタープラザは2階部分のペデストリアンデッキで接続している。東京インテリア長岡店は2019年2月1日にセンタープラザの南臨地において開業した。施設の出店計画自体は2013年6月にユニッと超鉄工業が特定施設新設にかかる届けでしょう。 新潟県に提出しているが、運営は東京インテリアが行っている。関連施設の敷地はいずれも隣接する越後交通の本社が有していた本社営業所工場の跡地であり、リバーサイド、千秋の運営元であるユニーが出店計画や運営に関与している。投資施設はユニーのモール型ショッピングセンター業態のウォークの一つであるが、名称にウォークとつかない。 唯一の施設となっている。名称は、信濃川の清らかで雄大な流れのイメージをとり、リバーサイド千秋と命名された。なお、リバーウォークは、北九州市に存在するショッピングモールだが、ユニーとの関係はない。当施設には公式マスコットキャラクターとして、サイをイメージした黄緑色のリバサイくんがいる。最新の店舗情報は、 フロアガイド、参照1階は、食料品、衣料品、ゾーン、2階にハローズガーデンなどが出展している。1階は47の専門店のほか、10店舗で構成される、飲食店街、リバーサイドアレーがある。営業時間は午前11時午後10時。2階は39の専門店のほか、 屋内800席テラス40席を有する飲食店10店舗のフードコート、フォレストコートがある。ライフサポートエリアには子供向けの英会話教室、パソコン教室と眼科、歯科、多目的ホール、フェニックスホールがある。1階はスーパースポーツゼビオ、2階は映画館、T ・ジョイが各テナント。アピタ長岡店に関するカテゴリー。 T-Joy 長岡に関するカテゴリー、ありがとうございます。